LCC 格安航空会社のピーチアビエーションと全日空は昨日から貨物便の共同運航を始めました。福岡空港では乗客155人が乗った沖縄那覇行きのピーチ283便に全日空の貨物の生鮮食品や生活雑貨などおよそ560キロが積み込まれました。全日空によりますと、ピーチとの貨物共同運航は新型コロナウイルスに伴う利用客の減少や減便で貨物スペースが減る中、ピーチ便の空いた貨物スペースを有効に活用するもので、全日空の好調な貨物事業を強化する目的があるということです。コロナ禍で航空貨物事業が非常に活発に動いている中で、収益面でも非常に期待をしているところでありますので、この貨物共同運航は福岡と札幌、新千歳空港を結ぶ路線でも昨日から始まっています。